漆黒のジェイル。私の名前はマリアホル。南ドイツで夫と宿を経営している。あら、いらっしゃい。バイエルン選定校も宿泊する格式のある宿に成長した。ある日の夜、突然尋問官が入ってきて。マリアホル、貴様は魔女だな。魔女裁判にかける。え、私は何も知りません。魔女裁判は密告をきっかけに容疑者を見つけることが多い。この時代、魔術を使ったと疑われる者に対する制裁、魔女狩りが行われ、魔女とされた被疑者に対する裁判、刑罰、処刑、身に覚えのない人々をも恐怖に追い込んでいる。全く身に覚えのない私、突然男たちに連れ出され魔女裁判にかけられた。私はただ宿を経営しているだけです。嘘をつけ、貴様魔女なんだろう。魔女だと認めたら処刑される。そんなの嫌、私は絶対に認めない。私はすぐに解放されると思ったのだが、2年前酒場で見かけたわ。魔女集会で踊ってたのよ。は？尋問では私が魔女だという証言もあった。私は容疑を否認し続けたことで、翌日から裁判はなくなり尋問に切り替わった。もう実力行使しかないようだな。やだ、離して。そしていきなり針台伸ばしという台の前に連れて行かれた。針台伸ばしは体を無理やり伸ばす装置だ。目撃情報があるが本当か？知らないわ。尋問官がハンドルを回すと、私の体は引っ張られ宙に浮き始めた。認めない私に対し、さらに巻き上げられていく。どうした、答えないのか？もう呼吸ができないのね。ハンドルを回すたびに体が引っ張られ、呼吸が困難になっていく。私は男たちが見る中、いい加減に認めたらどうだ。恥ずかしめの姿を受け続けた。私は何も悪くないのに。私は来る日も来る日も無実を訴えていたのだが、魔女じゃないっていうならこれを使うしかないな。男は鉄の棒を取り出した。それは拷問で使われる親指つぶし器という器具だ。親指を挟むようにして器具が取り付けられた。そして魔女と告白すれば楽になるぞ。私の親指を締め付けられた。今にも指がちぎれ飛びそうな強烈な痛みだ。否定を続けていると、私は知らない、魔女じゃないわ。往生際の悪いやつめ。私の親指は強く引き締められぶっ潰れた。私への拷問はエスカレートしていった。早く魔女と認めた方が楽になるぞ。そう言って尋問官は私に鉄製の長靴を履かせた。鉄の長靴の隙間にくさびを一本ずつ入れられ、私の足は徐々に締め付けられていった。マリアさんよ、そろそろ認めたらどうだ。尋問官は笑いながらくさびを一つ一つ増やしていった。7本目のくさびが入れられ、これ以上ない痛みを感じた。魔女め、白状しろ。いや、知らないわ。もうダメだと思っていたその時だ。鉄の靴を脱ぐと、私は一人で歩くことができなくなっていた。魔女と認めた方が楽になれるだろう。でも私は絶対に認めたくなかった。翌日以降も拷問は終わらなかった。まだ認めないつもりだな。痛い。3ヶ月半年と経過し、体がボロボロになった。それでも指つぶしや足締めはその後何度も続いた。毎日拷問を受け、1年が経ったある日、私はいつものように拷問室に連れて行かれた。今日はいつもと違うぞ。どういうこと。そこには高熱で真っ赤に燃える鉄の靴があった。この靴を履くよう命令された。躊躇していると、さっさと靴を履け、この魔女が。想像を絶する暑さに私は悶絶した。もうこれ以上耐えることができない。私は罪を認めようとした時だった。皇帝より釈放するようにお達しが。運のいい魔女だな。駆けつけた夫が金貨2000枚を払うことで、1年にわたる拷問は終わった。こうして私は和解を誓約し、奇跡的に釈放された。しかし釈放後は外出禁止を言い渡され、自由を奪われたままだし、心身の傷は癒えない。